その SNS の話になるんですが、はい、先ほど朝倉未来選手が、はい、まだまだ話にならんなというようなことをつぶやかれてたんですけど、はい、まあ、それについてどう思われますか。いや、どう思わないです。俺の方が絶対強いと思うんで、本当にどんどん試合して、必ずライジンで頂点取ります。絶対諦めない。分かりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。試合後に朝倉未来さんがすぐ反応してたんですけど、ご覧になりました、はい、なんて言ってたんですか。打撃についてなんですけど、はい、課題評価しすぎたなと、はいはいはい、オープンフィンガーはなかなか塩試合のお前が言ってんじゃねえよって言ってるよさ、はい、おい塩試合ミスター塩試合がバカ野郎ってって言いたいって感じですか。いや、だってあいつ塩試合じゃないですか、はい、お前の方がつまんねえよっていう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。